はい、ちゃんちゃんです、さっきの動画の続きですけども、これから今までのちょっと前に行ってた民宿までちょっと帰りたいと思います。どういう道のりだったか忘れちゃったな。道のりがな、あ、これやっぱりここで合ってたな。井上ってやつ来てたんだよ、大学の時に。そいつも免許持ってたからな。でもたまたま他のやつはめっちゃ免許持ってたんだ。そいつがちょっと持ってなくて一緒に来てたんだよ。バスケ部のやつだよね、そいつは。同じ学科だったんだよ。こんな感じで、それで、バスケやってて、よくマイケル・ジョーダンとかピア・ジョーダンとか買ったりとか。そうだったな。すごいハマってたんだよ、バスケ。多分あの時代、なんかここ通った記憶があるな。ここかな、通ったの。なんかこういうのも思い出されるな。あ、これここ通ったな。こうやって時はまだどうだったんだっけな。あの学生じゃ何やってたんだろう、これ。あの時何やってたんだろう、俺。おっと、うん、懐かしいな。多分こう通った記憶がなんか蘇ってくるな。この橋渡ったのはね、覚えてるんだよ、鮮明に。でもなんだろうな、二十何年前でも覚えてるもんだな。でそんなあんま変わってないっていう。本当不思議なもんだよ。
これでも、電話機あるかな、ここかな。ちょっと行きます。でもやっぱりあっちだな、やっぱこっちだわ、こっちにあったわ。時間が結構、なんだろう、何も考えないで過ごしてたって感じだったな、あの時は。本当に毎日が結構楽しい生活だったというか、なんだろう、将来のことは何にも考えてなかったというか、だからこうなっちゃったっていうのもあるけど、まあいいんだわ。まあそれはそれで、まあその世の中どうなるかわかんないしね、これからでも。大器晩成って言葉があるけどね、まだまだ復活は可能だわ。まあ普通にやってりゃいいんだよ、ほら、はっきり言って。普通に生活できるや、おんの字だよ。あんなちょっと遊歩道みたいなかったからな。ちょっと歩いてますわ、合宿所まで。合宿所といってもね、あの民宿なんだよ。卵、生卵と醤油、あのなんだっけ、ちょちゃっち飯だったんだわ。生卵と味噌汁と、なんか味噌汁も油揚げ入ってるぐらいの味噌汁だわ。ちょっとご飯なんだよ。あ、でお新香みたいな、で海苔があるみたいな、あの味付け海苔が一つあるやつ、よく定番のビニールに入ってるやつのワンセットあるみたいな。だー、そぼいのだったんだよな。そこ温泉が出る、民宿だったんで、一般客も泊まってるんですね。あの、普通の合宿の、自動車免許取る合宿の他に、一般の旅行者というか観光客の人も、あの、一緒の宿だったんですよ。部屋はもちろん違いますけど、で、その人たちの朝食とかすごい豪華なんですよ。羨ましがってましたね、毎日。あの、同じ部屋になったやつとかと。羨ましいなって言ってましたわ。すげえ豪華なんですよ。なんかおかずがあって。毎日同じ飯だったからな。だからまあ、潰れちゃったんでしょうね。残念ながら。あの温泉懐かしいなぁ。入ったなぁ、友達と。まあ、知人っていうか、あれだな。今も何でもねえからな。音信不通だからな。卒業した後は。どうなってるか知らねえけど。それ、この斜めのところ。ここだよ。そこに民宿あったんだよ。あの黒い家のところ。なんかビルみたいな家のとこだよ。民宿あったんだ。まあそこは時の流れだからしょうがないね。
天然いいのは自分だけか。ずっと現状維持みたいな。まあみんな生活してるけど、自分だけがずっとそのままっていう、当時のままっていう。関係ねえよ、自分さえ良ければっていうわけじゃないけど、いいんだそこは。はい、ではですね、旅館みなあの、民宿温泉宿の民宿のあったところに今着きました。昔自動車教習所帰ってたところの民宿があったところまで来ました。の突き当たりと、あとこの風景ですね。この風景はもう忘れません。はい、ではここで終わりたいと思います。以上、えちゃんでした。ありがとうございました。